サイファイブのジャパンの石井と申します。よろしくお願いします。本日はサイファイブ社の最新の概要のご説明と日本のユーザー事例のご紹介ということで、アーキテック様から事例の紹介をさせていただきます。で、最初はサイファイブ社の会社の概要についてです。まずリスカイブですね。これは皆さんすでにご存知のように、バークレー大学で開発された第5世代の CPU コアと、リスクの CPU コアということで、リスクファイブと呼んでいます。で、開発の中心のメンバーはこちらの写真にありますように、一番右側のアサノビック先生を中心として、あと左側の教え子のヤン・サップとアンドリューですね。この3人が中心になって開発した第5世代のリスクファイブ、リスクの CPU コアということで、リスクファイブと呼んでおります。で、この3人が開発したリスクファイブですけれども、その後、オープンなアーキテクチャとして公開をして、さらに今回のようにリスクファイブファウンデーションですね、使用決めの団体を設立して、さらにこの3人はファウンダーとしてサイファイブの会社を設立したと、そのような経緯になっております。で、次のページ、これが今のサイファイブの会社全体の概要についてなんですけれども、左側の方を見ていただくと分かりますように、従業員は現在500人を超えております。これはちょうど2年前ですかね、2年前にインドのエシクベンダーのオープンシリコンという会社を買収しましたので、そこで一挙に従業員が500人まで増えております。で、その下の350以上のテープアウト、これも買収したオープンシリコン社の、テープアウトの実績をベースにカウントした数になります。で、その下のデザイン員、150以上のデザイン員ですね。これは本来のサイファイブ社のリスクファイブの CPU コアのビジネスベースのデザイン導入実績ということになります。で、あと、現在サイファイブ社のビジネスの中心としてはですね、もともとのリスクファイブの IP のビジネス、これが一つの柱。もう一つの柱は、現在オープンファイブという、ブランド名でやってるんですけれども、買収したオープンシリコン社をベースにした ASIC あるいは自宅の、SOC のチップの開発ですね。このビジネスが2つがメインとなっております。それでですね、現在の導入実績という面では、150以上のデザイン員なんですけれども、メインは北米と中国、この2つが一番導入実績としては多いような状況になっております。そういう面では、アジアですと中国、あるいは韓国、台湾に比べますと、日本はリスクファイブの適用という面では、やはり2年から3年立ち遅れているような状況ですね。ただし、去年の2019年、去年からですね、日本のユーザーさんも実際にリスクファイブあるいはサイファイブのコアを適用したプロジェクトをスタートしてきておりますので、そういう面では我々としては去年の2019年度が日本でのリスクファイブ元年かなと、そういうような形で捉えております。で、またあと最近の日本国内のリスクファイブ全体の状況としましては、やはり一番大きいインパクトは先日発表された NVIDIA による ARM の買収ですね。これが一つの追い風ですね。あともう一つはアメリカと中国の貿易摩擦ですね。これもある面リスクファイブ陣営にいいように追い風となって影響が出ております。で、こちらの次のページはですね、日本国内においては、代理店として DTS インサイさんに代理店をお願いしておりますので、一応代理店にお願いしている理由としましては、一つはこのグラフでいうと左側なんですけれども、もともと DTS インサイトさんは旧 YDC ですね、ヨクアデジタルコンピューター、アドバイスシリーズという名前でインサーキットエミュレーターですね、ICE のデバッガーを開発販売してた会社なんですけれども、そこを買収しておりますので、 DTS インサイトの中には、いろさまざまな CPU コアの中身、ステムコールも含めて中身を知っているエンジニアがたくさんいるということと、あとそれに伴って受託開発の組み込みソフトウェアですね、組み込みソフトウェアの受託開発、あるいはリアルタイムオースのポーティングのサービス、あるいは CPU のコアを移行した時のソフトウェアのマイグレーションのサービスですね、そういったものを実績として持っておりましたので、そういう面では日本国内でのサイファイブのビジネスというのはある意味ARM の CPU コアからリスクファイブのコアに移行ですので、そのようなソフトウェアのマイグレーションのサービスもできる会社ということで、DTS インサイトさんに代理店をお願いしたと、そのような経緯が、理由の一つです。
あとさらに今回 Sci-Fi のビジネスを起こすということで、右側に書いてありますように LSI デザインサービス部という部隊も新たに、設立してもらって、そちらでですね Sci-Fi のビジネス立ち上げおよび、ハードウェア系の半導体の設計あるいは開発の経験者を集めて、ハードウェア系のソリューションを提供する体制を整えたと、そういう形になります。ですから日本のユーザーさんから見ますと、ハードウェアソフトウェア両方のですねソリューションを提供できる代理店として、去年から一緒に活動を開始したと、そのような経緯になります。でこの後のページ以降はですね、なかなかユーザー名なりユーザーさんのロゴを発表できないんですけれども、ご紹介できる範囲内で発表させていただきます。一番左側はスマートウォッチのファミですね。このスマートウォッチの中でもSci-Fiで言いますと E シリーズと呼ばれている32ビットの組み込み系のコアですね、そういったものを使っていただいております。あるいは真ん中はストレージ系ですね、ファディウというんですけれども、 SSD のコントローラーチップの中にSci-Fiのコアを使っておられます。で右側はマイクロチップ社がですね、ポーラファイヤーと呼ばれている FPGA ですね、その FPGA の中にSci-Fi社の CPU コアを含めたものを新たに開発してリリースしてもらっています。そのような状況です。で次のユーザーさんもそうですね、シナプシス含めてさまざまなSci-Fi社の CPU コアを使ってもらっております。特に一番右側のコヒーレントロジック、こちらはですねSci-Fi社と全面的なパートナーシップを結んでおりますので、ある特定のプロジェクトというところではなく、さまざまなチップの開発にSci-Fiのコアを適用すると、そのような形で使っていただいております。次のページの左側、これはサムソンですね。去年の12月にカリフォルニアでリスクファイブサミットというのを行ったんですが、その際にサムソン側で発表してもらってます。従来ご存知のようにサムソンはARM のアーキテクチャのライセンスも持っていて、全面的に ARM のコアをベースにさまざまなチップを起こしてたんですけれども、このほどですね、サムソンとしては、その今従来使っていた ARM をですね、順次 SOC のチップとか、あるいは車載系のオートモーティブ、あるいは 5G、そういったもろもろのチップの中に順次 ARM の、ARM からSci-Fiの CPU コアに置き換えて、チップの開発をしていくと、そのような決定をして導入してもらっています。で、真ん中はコールコムですね。コールコムはオープンなアーキテクチャとしてのリスクファイブをすでに使って、スナップドラゴンですね、のチップの開発を行っておりますし、またSci-Fi社から見ると、インベスターという位置づけになっています。ですから、クオルコムはSci-Fi社に対しても投資をしてもらっていると、こんな形でさまざまなユーザーさんに使われております。で、今日はこのセッションの一番最後に、日本のユーザーさんの代表、事例の紹介ということで、アーキテクさんから、紹介をしていただきます。でこの次はですね、代理店の DTS インサイトさんから、Sci-Fi社の技術の最新動向について説明をしていただきます。代わりまして DTS インサイトの近藤です。続きまして私より先月の10月にアメリカで開催されましたリンレイフォールプロセッサーカンファレンス2020で発表いたしましたベクター拡張命令を搭載した最新プロセッサーのご紹介をいたします。アジェンダはご覧の通りになります。 AI SOC を作るためにはさまざまな課題に挑戦しなければいけません。ハードウェアの課題といたしましては、複数かつ広い帯域幅を必要とするサブシステム構成、ディープラーニングアクセラレーター用の複数の独自の命令セット、低い命令帯域幅の使用率、複雑なメモリークロスバー、電力最適化の実装が難しいなどがあります。また、ソフトウェアの課題といたしましては、複数の独自のアクセラレーター命令セット、複数の独自の API と古いライブラリ、ディープコンプレッションや畳み込みニューラルネットワーク処理のウィノグラッド変換など、新しい手法がサポートされていないこと、メモリー階層が新しいアルゴリズム要件と一致しないこと、コンパイラーのサポートが不十分で低レベルでのプログラミングが必要なこと、電力最適化の実装が難しいことなどがございます。そこでSci-Fi社は次のような取り組みを実施いたしました。オープンな業界標準のベクター拡張命令 RVV バージョン 1.0 に基づくことで、
ベンダー固有のソリューションとなることを防ぎ、AI 業界に対し豊富なエコシステムを実現します。高性能コンピューティングかつ超低消費電力が求められる AI 処理の要件に合致するパフォーマンスを実現します。Linux 対応やアクセラレーターと統合したリアルタイムコア対応などトップパフォーマンスを実現するマルチコア構成に対応いたします。データの再利用が最大化できる高効率なメモリ階層を実装します。RVV バージョン 1.0 を用いることで、高パフォーマンスと低消費電力を両立したアルゴリズムの調整が可能となるシンプルかつ効率的なプログラミングモデルが可能となります。サイファイブシールドによって包括的なセキュリティシステムの構築もサポートいたします。もちろん従来から実装しているサイファイブアドバンストレース&デバッグソリューションにも対応いたします。次に RVV の SOC 実装への特徴をご説明いたします。RVV ではほとんどのアプリケーションで GPU や DSP が不要となります。DLA、ディープラーニングアクセラレーターはテラオペレーションクラスのパフォーマンスを実現するため RISC-V コアに密に結合できます。L3 キャッシュでデータを共有することにより待機幅をより効率的に利用できます。簡素化された相互接続、エリア効率の高い実装及び低消費電力を実現いたします。 RVV は小さな組み込みコアからスーパーコンピュータークラスのマルチコアクラスターに至るまでバイナリー互換のプラットフォームをご提供いたします。また RVV はソフトウェア開発を合理化いたします。単一の命令セットアーキテクチャによりソフトウェア開発が大幅に簡素化可能となります。ベクトル長にとらわれないアーキテクチャによりライブラリーとアプリケーションへの投資を複数世代のコア間で再利用できます。同じバイナリーがウェアラブル用の小さな低消費電力コアと高性能のスーパーコンピュータークラスのコアのどちらのコアでも実装可能です。48bit 仮想メモリを備えたサイファイブ Linux 対応 VIU7 コアは大規模なデータセットと強力な Linux ベースのフレームワークおよびツールをサポートいたします。アプリケーション開発には行列演算ライブラリのオープンブラスなどエキサイティングなプロジェクトを含むオープンソースコミュニティが活用できます。また TensorFlow Lite などのディープラーニングフレームワークも活用可能です。 RVV バージョン 1.0 が業界標準になることを確信しております。RVV と従来からある SIMD の違いについてご説明いたします。 RVV は SIMD よりも高い利便性を持ちます。ここでは MIPS32MSA、IA32AVX2 と RV32V についてご説明いたします。表でご覧いただくようにベクトルの定数倍とベクトルの和の計算を具体化する場合のインストラクション数ですけれども MIPS で3512で1517、これに対して RV32 では163と非常に少ないインストラクション数で実現できていることがご覧いただけるかと思います。また LLVM を用いた最先端のコンパイラーテクノロジーを RVV に導入する取り組みを主導しています。これにより C++ コンパイラーによる自動ベクタライジングが可能となり、汎用 C コードを用いたベクトル処理の自動化が実現できます。現在、乗算加算融合などのさらなる最適化作業が進んでおります。ぜひご期待ください。Sci5 社は Sci5 Intelligence と称して、3種類のベクター拡張命令搭載のプロセッサーを開発いたします。今回発表するのは、エッジコンピューティングをターゲットとしたアプリケーションコアになります。名称を VIU7 シリーズと言います。Sci5 のパフォーマンスコアである U7 シリーズにベクター拡張命令を加えた仕様となっており、アドレス変換モードとして SV39 と SV48 の双方に対応。命令処理は8ステージパイプライン、デュアルイシューのインオーダー処理、マシンモード、スーパーバイザーモード、ユーザープリビレッジモードの3つのモードをサポートなどを搭載しております。搭載するベクター拡張命令は RISC-V ベクター IS エクテンションズバージョン 1.0 となります。
これには浮動小数点、固定小数点、整数の各データタイプ、ベクター処理は8ビットから64ビットまでのデータタイプに対して256ビットパーサイクルまで対応しています。また、ベクター拡張命令搭載の VIU7 コアと64ビット組み込みコアの S7 コアで構成するヘテロジーニアスマルチコアも搭載可能です。S7 コアではシステムブートないしモニター、センサーハブないしフュージョン、セキュリティコプロセッサーとして利用可能です。Sci-Fi はワールドガードを使ったセキュリティシステムも構築可能となります。なお、バスインターフェースは AXI4 をサポートしております。VIU7256 の機能概要についてご紹介いたします。デュアルイッシューのスカラーユニットがベクターユニットとともに並列実行いたします。VLAN は512、DLAN は256、ELAN は64となっております。ベクター ALU に関しては、VIU7256 では256bitの ALU を実装しております。Sci-Fi 部社は VIU7 をご評価いただくにあたり、Xilinx 社の Vertex Ultra Scale Plus FPGA 搭載の VCU118 評価キット用のビットストリームをご提供可能です。VCU118 評価キットを用いて、シングルまたはマルチコア構成の VIU7 の評価、Debian、Fedora など各種 Linux を搭載したアプリケーション開発などが可能です。また、ソフトウェア開発環境としましては、LLVM コンパイラのご提供、QEMU 対応、リクエストに応じてシステム C のサイクルアキュレートモデルのご提供も可能となっております。もちろん、Sci-Fi インサイトアドバンストライサウンドデバッグ機能も装備しております。次にベンチマーク結果についてご報告いたします。まず一つ目ですが、画像処理のエッジ抽出などに使われている 1GB 分フィルター、ソベルの実行結果になります。ご覧いただいている表の縦軸が実行サイクル数、横軸が CA53 ネオンと VIU7 になります。実行結果は CA53 ネオンで79,908 サイクル、VIU7 が12,616 サイクルとなり、VIU7 は CA53 ネオンに対して約 6.3 倍のパフォーマンスアップを実現いたしました。CNN のワークロードについてのご説明です。フィルターサイズごとの Mac 利用率はご覧の通りになります。縦軸が Mac 利用率、横軸がフィルターサイズとなっております。次にマトリックス乗算についてのご説明です。縦軸が Mac 利用率、横軸が正方行列の大きさになります。どの場合でも非常に高い利用率を実現していることがご覧いただけるかと思います。こちらは高性能コンボリューションニューラルネットワークとしてメジャーな機械学習モデルのモバイルネット V1 の実行結果になります。ご覧いただいている表の縦軸が 0.4、横軸が CA53 ネオン VIU7 になります。実行結果は CA53 ネオンで 151.52、VIU7 が 35.21 となり、こちらにつきましても VIU7 は CA53 ネオンに対して約 4.3 倍のパフォーマンスアップという結果になりました。以上のことより RISC-V のベクター拡張命令のパフォーマンスの良さをご理解いただけたことと思います。FPGA に搭載した場合でも Sci-Fi VIU7 は A53 よりも高速に動作いたします。以上をまとめます。RISC-V ベクター RVV は要求の厳しい AI 処理の実現に貢献いたします。スケーラブルなアーキテクチャにより小さな組み込みコアから高性能のマルチコアおよびマルチクラスターソリューションに至るまでソフトウェア互換性が可能になります。Sci-Fi Intelligence VIU7 シリーズは世界で最初の RVV バージョン 1.0 に準拠した CPU コアです。なお、同じく今年の10月に開催したリンレイフォールプロセッサーカンファレンス2020で発表いたしました RISC-V PC のご説明は明日の9時半から予定しておりますので、そちらもぜひご参加ください。また、弊社バーチャルデモブースにて各種デモ動画もご用意しておりますので、ぜひアクセスください。以上が Sci-Fi 社の最新状況のご報告になります。続きまして、Sci-Fi 社 RISC-V コアの事例紹介ということで、アーキテクチャ高田社長より講演いただきます。高田社長、よろしくお願いします。
はい、アーキテック高田です。あれ共有あ、一番見えておるでしょうか。アーキテックの高田と申します。よろしくお願いします。弊社はですね、エッジコンピューティングというところで、サイファイブのですね、リスクファイブを使っております。で、ま、あの、我々のですね、あの、簡単な紹介を兼ねてですね、プレゼンをしたいと思います。ちょっとタイトルがですね、まあ、技術者の皆さんに分かりやすいように、E=MC2 と、これは何だというとですね、エッジはマシンコンピューテーション&コミュニケーションと。まあ、エッジでですね、賢く、計算をしてですね、いろんな情報を溜め込んで、コミュニケーションすると、そういう世界を作り上げるデバイスを考えております。はい。くしくもですね、実はあの我々もアーキテックインテリジェンスと呼んでおりまして、そのチップをですね、デバイスですね、AIP と呼んでいるんですけども、エッジ用に作っております。まあ、左のあの図をご覧ください。あの、いろんなエッジとですね、各ユーザーさんのお声を聞くとですね、やっぱり低消費電力、低コスト、小さいサイズと、というところがやはり求められているところだと思います。ただですね、現在やはりあの、GPGPU のような、汎用的なものがあの、どうしてもですね、いろんなアルゴリズムを実現するために必要になっておりまして、あの、NVIDIA さんをはじめとするものが使われているというのが多いと思います。我々はですね、これをですね、あの、右のですね、指差し機サイズのですね、チップ、いわゆるデバイスに置き換えて、同じようなことをするというところを、考えております。まず、あの、我々のですね、簡単な、あの、GPGP とかのですね、違いをちょっとお話ししたいと思います。まず上段はですね、我々といいますか、まあ、前職でいろいろ作ってたですね、まあ、テレビやビデオの回路なんですけども、この辺はですね、コストの追求して、硬い回路になっております。で、一方、中段のですね、GPGPU は、これはもう、もちろん皆さんお分かりと思うんですけども、命令によって駆動する、プロセッサーを積んでいると。で、これをですね、まあ、数百、積みまして、性能を担保していると。で、このためにですね、コストはやはり割高になっております。ただし、あの、プログラミングできますので、非常に柔軟性があるというところになっております。で、アーキテックインテリジェンスのですね、ソリューション、課題なんですけども、どういったことをやっているかといいますと、AI、画像処理に注目しまして、その、エンジンを、厳選すると。まあ、真ん中のグリーンのですね、10個ほどのコアが今お見えになっていると思いますけども、こういうプリミティブなコアを積んでおいて、命令セットによって組み替えていくと。で、組み替えはですね、非常にあの小さい断片化をしまして組み込んでいますので、あたかもですね、ユーザーには N 個の仮想的なエンジンが見えると。こういったことによってですね、厳選したエンジンのコストは、安いと。しかも組み替えできるので柔軟性を担保していると。まあ、こういったソリューションを作り上げております。ちょっとその事例をお見せしたいと思います。あ、ちょっとリスクファイブの話をしていないんですけども、今現在ですね、ホストにリスクファイブを使っていますけども、実はこのエンジンとしてもリスクファイブというのを考えております。この中にはですね、やはりあのベクターエクステンションをして大量のシムド処理をするとかですね、もしくはあの、まあ、スーパースカラではないんですけども、シマルタニアスマルチスレッディングによってですね、いろんな処理をですね、同時に行えるようなプロセッサーですね、こういうものを組み込んでエンジンとして動かすというのを検討しております。で、事例なんですけども、現在ですね、TSMC 12ナノプロセスでですね、4.5 ミリ角の、チップをですね、
も作りました。まあ、この2020年のエンドには、仕上がる予定です。まあ、この中にはですね、真ん中に CVDMM エンジン、弊社の GPGPU、で、左ちょこっと PLL の下に RISC-V と、まあ、非常に小さいコアですね、積まさせていただいています。で、まあ、コンパクトなチップになりますので、その代わりにですね、非常に大きなキャッシュを積みまして、DRAM ですでも動くような、非常に低消費電力のチップということで仕上げております。簡単なデモンストレーションを、行いたいと思います。簡単に説明しますと、左の12画面の、画像をですね、この AIP に入れまして処理をしています。右側ですね。で、それぞれがですね、個別のアルゴリズムで動いています。ただし、説明した、ところのですね、各エンジンは一つなんですけども、それをですね、うまく組み替えて、まあたかも同時に処理しているように、見せかけているという技術を、作り上げております。はい。で、もう一つは、失礼しました。AI の処理ですね。左が弊社の AIP で、処理したもの。右がジェットソンなので処理したものです。実はちょっとエキスキューズを申しますと、それぞれちょっとチューニングが最大化しておらずにですね、おそらくそれぞれ4倍ぐらいのバージョンアップはできると思います。ただしですね、この FPS 性能差はこのまま持続してですね、世の中に出せるんではないかと考えております。まあ、非常にですね、コンパクトなコアで、従来の GPGPU を超えるようなですね、性能を作り上げたと。まあ、これをですね、エッジに展開して、世の中に役立てたいと考えております。はい、以上です。ありがとうございました。停止。質問を受け付けておりますので、スラックの方に、質問を投げてください。それから、お知らせですが、IAR のデモブースの、全機能が使えるようになったそうなので、空いた時間で、IAR のデモブースの方に、訪問してください。まだ質問が、来てません。すみません、しばらくお待ちください。
すみません、質問、受付をしております。質問のある方は、スラックまたはツイッターの方でお願いいたします。スラックの方にはまだ質問は来ていませんが、ツイッターの方は来ていますでしょうか。あ、スタッフの方、お願いします。すみません。一つ質問がありました。VIU シリーズはいつ頃リリース予定でしょうか。はい、DTS 近藤の方から回答させていただきます。サンプル品がですね、今年中に出る予定でおります。次の質問なんですが、AIPE と、ジェットソンナノの比較デモに使ったハードウェアににおいて消費電力の比較はありますか。簡単にしております。弊社はですね、まだ完全にチップにはなっていないので、ちょっと別のソリューションで測ったところ 0.5 ワット以下、そんなのいくらだっけ、ジェットそんなのがですね 1.2 ワットという計測をしております。他に質問はいかがでしょうか。で、私からちょっと質問なんですけど、近藤さんの説明されたスライドで、11ページかな、なんかで、メモリからコヒーレントのに、CPU に行っている図があったんですけど、これってタイルリンクかなんかを使っているんでしょうか。はい、そうなります。タイルリンクを内部ではタイルリンクを使って実装しております。あ、はい、コヒーレントの、タイルリンクっていうのがあるんですね。はい、はい、その通りです。はい、はい、次の質問ですが、VIU プロセッサの応用事例として画像処理以外で有効なものは何でしょうか。はい、主に AI エンジン等の処理、行列演算、多項演算が多いものですね。そういったものが非常に得意というふうになっております。ありがとうございます。
聴講者の方から、時間通りに進めてくれという意見がありましたので、まだまだ時間が残っておりますので、質問ある方は、どんどん投げてください。質問の方が、ありませんので、次のセッションは、11時50分からになりますので、10分間、あります。IAR のデモブースの全機能が、全て使える、機能が全て使えるようになったそうなので、そちらの方も訪問していただけるとありがたいです。あ、質問が来ました。すみません。AIPE に関する質問です。最近、サーバーベンダー、PC ベンダーはインテリジェンエッジへの関心を高めているように見えますが、これらベンダーからの引き合いはいかがでしょうか。PC 関連のベンダーさんからは あまり多くはありませんが、監視カメラとかですね、そういうエッジに関するメーカーさんからは非常に関心が高くあります。監視カメラでもなんていうんですかね、いろんなところで発表されているのは、2000万円ぐらいするようなカメラをたくさんつけて、やるような形、大企業さんなんかは発表されているんですが、AIPE の場合は、はい、その今現状ついているような安いカメラで対応というのは可能なのでしょうか。そうですね、そのリプレイスを主に考えているところです。あ、そうですか。そうすると今後スマートシティとかにも、需要が出てくるかもしれません。もうスマートシティを睨んだですね、開発も行っておりまして、はい、エッジデバイスにですね、情報を、圧縮してですね、必要なデータだけサーバーに上げると。で、サーバー間ではなくて、エッジ間で情報をやり取りして、スマートシティを作りたいなと、そういう思いがあります。あ、そうですか。スマートシティに電柱があるかどうかわからないんですけど、その電柱みたいなところにはい、システムを搭載してですね、カメラと低消費電力のシステムをこうたくさん置くような形のイメージなんでしょうか。そうですね、電柱に、電柱があればいいんですけども、太陽電池も動かしたいのとかですね、そういうことも考えていたりします。ありがとうございます。それでは、8分間ちょっと休憩となりますので、ここで一旦締めたいと思います。サイファイブ様、DT インサイト様、そして、アーキテック様、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも、失礼します。